リナズキッチン in ニューヨーク。こんにちは。今週も1週間始まりました。リナの1日はいつもコーヒーを入れることから始まります。この日の朝食はコーヒーと、オレンジを付け合わせたオートミールをいただきます。お昼は学校でお弁当を食べます。献立は人参とリンゴのサラダ、ネギの卵焼き、豚キャベツ炒め、黒豆サラダ、ナポリタンスパです。今週のオートミールの付け合わせはみかんと桃のルーティーンです。ということで火曜日は桃をトッピングしました。この日は学校に着くや否やクラスがキャンセルになったとばかり帰ろうとしたところ、なんとフリーブレックファストのイベントが、2回目の朝食をとることにしました。カリカリベーコンにソーセージ、スクランブルエッグ、そしてベーグルと甘い菓子パン、あとはフレンチトーストをいただきました。ちょっと食べ過ぎちゃったかな。2回目の朝食が腹持ちが良すぎたのでお昼はなしで、夜は生姜をたっぷり入れた鶏肉と玄米を煮込んだ一品を作りました。水曜日は学校から帰宅後、作り置きの自家製ミートソースを作りました。ミートソースに黒豆もたっぷり入れて、M&M'sのピーナッツバター入りチョコを隠し味に入れます。普通のチョコでも大丈夫です。ぜひお試しあれ。ミートソースが完成したら、今日はそのまま夕食のミートソースパスタを作りました。そして木曜日と金曜日のお弁当を作り置きします。献立はインゲンのピーナッツバター和え、ひよこ豆と人参のカリカリ、ネギの卵焼き、豚の生姜焼きです。金曜日のお弁当は傷まないように冷凍庫に入れておきます。水曜日の夕食は前日に作ったミートソースを使ったタコライスを作りました。アボカドもたっぷりトッピングしてお腹いっぱいの一皿でした。金曜日はリノの運営するゴッツォのニュースレターに載せるレシピの一品を作りました。バタービーンズという白い豆のスープです。ゴッツォをサブスクいただくと、毎月ゴッツォの活動がわかるニュースレター、有料ブログ閲覧券、イベント招待など特典がありますので、ぜひゴッツォのサブスクもよろしくお願いします。日曜日のお昼は友人たちとマークスというマンハッタンにあるイタリアンで楽しいランチの時間を過ごしました。今週も料理に勉強にゴッツォの活動に元気いっぱい頑張ります。リナズキッチンをご覧いただきありがとうございます。またリナは現在ゴッツォで末期患者とそのご家族に1回の最高の食事体験を提供する組織を作るべく活動しています。サブスクでゴッツォから様々な特典を得ることができるとともに、ゴッツォの活動を応援することにもなります。そしてサブスクの他にもスポンサーやサポーターも随時受け付けております。ゴッツォの活動にお力添えいただける方からのご連絡をお待ちしております。